こんにちは、シャケタロウです。私、先日、夢の中で、ちびっこに質問前面にされまして、ノックダウンさせられたのでございます。その、ちびっこが質問してきた内容とはあの、ちょっと質問していいかねええよ、何でもおじさんに聞いてみ、だったら聞くよ。 ウルトラの父とウルトラの母はどっちが強いかね。そりゃウルトラの父が強いに決まっとるじゃろ。父だっけね。うちの家は母ちゃんの方が強いで。そりゃそうだけど父の方が強いと。 思うけど、まあ、よう分からん。じゃたらよ、ウルトラマンとウルトラセブンはどっちが強いそりゃあ、たぶん、セブンの方が強いんじゃね。セブンがちっちゃい時にウルトラマンに踏まれたらセブン負けるんじゃないこりゃあ、そうじゃけど。じゃたらよ。 アントニオ・イノキとモハメド・アリはどっちが強いはたこうてみたけど、イノキ選手が寝転がってずっとしょったっけようわからんで。だったらよ、サザエさんのマスオさんとノリスケさんはどっちが強いそりゃ多分毎晩ビール飲みるマスオさんの方が、 強いような気がするんじゃけどの。あったらよ。水戸公文のスケさんと角さんはどっちが強い多分そりゃ、スケさんはね、水戸公文に最後はなっちゃったけ、スケさんの方が強いような気がそんな質問をいっぱいされてノックダウンしたのでございます。うん 今日ご紹介する車も、そんな難しい質問をされることがある。そんな車でございます。こちらですちっちゃいことでも伺います。ドーン軌道救助者。こんな緑の車見かけると、ほとんどの方は、カメムシを思い出すんじゃないんですか開けてみます。カメムシ大量発 この緑の車が所属する部隊をご存知ですか警視庁、機動救助隊、警視庁に属するレスキュー部隊、通称レスキュー110。その中でも、精鋭35名で作られる 特殊救助隊 SRT という部隊もございますスーパーレスキューチームちょいちょいちょっと待ってくださいよレスキュー言うたら 消防の方々がレスキューじゃないんすかならです。スーパーレスキュー、スーパーのレスキュー部隊ということはですよ。ハイパーレスキュー隊とどっちがすげえんじゃと。直訳者はわかるじゃろ。スーパーはあんたすごいんで。スーパーマンがすごないんか。な、ハイパーはどういう意味ね。ハイパーはすごすぎるいうことだったらですよ。スーパーが終わった。 ハイパーがあるということは、その上に来るレスキュー隊は何なのスーパーハイパー、その次はウルトラレスキュー隊。だったらですよ、スーパーキーのハイパーキーのウルトラが来たらその上なんやとミラクル。